はい。どうも、皆さん、こんにちはこんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、2024レギュラー外国籍選手を対象として残すべきかどうか徹底解説やっていきたいと思います。ということで、今回、パート2になりますね。よろしくお願いします。はい。ということで、前回はですね、鹿島のチャブリッジ選手と、えー、あと、誰だかなあー、違う違う。裏の4人か。裏の4人ですね。はい。パート1でやって、えー、今回、パート2は、柏レイソルから、はい。になりますね。はい。 今回はまあ左からジェイゴ選手、マテウス・サビオ選手、デイゴ・オリベラ選手で、エンリケ・トルビザン選手、マテウス選手と、この5人をね、まあ現在の評価からして、まあしっかりとレギュラーカード残すべきなのかどうかというところをね、まああの評価をつけて判断していこうというね動画になっております。まあ全クラブね、選手やっていきたいと思いますので、まだまだね、序盤ではありますが、えー、しっかりとね、こちらも並行してやっていきたいと思いますので、今後ともね、ぜひよろしくお願いします。 まあ、なぜですね、外国籍の選手を取り上げてるかというと、やっぱりね、なんだかんだね、伸び率がね、いいんだよね、外国籍の選手って。あの、日本国籍の選手に比べるとね。結構日本国籍の選手がギクシャクしそうなところの成績とかでも、ぐってね、まあ、限定とかでそもそもいいやつ出たりとか、する割合がやっぱ高い気がするんでね。 ここは結構しっかりとやっぱりね、意識して、まあ考えていきたいところだということと、あとアマテラス杯がね、外国籍選手の、まああの、枠制限がないので、まあね、あの、言っちゃえば外国籍選手だけのクラブとかも作れちゃうわけですよ。なので、まあやっぱりね、そういった意味でもまあ注目度高いかなというところで、まあ強力なカードも出やすいね。まあやっぱり外国籍の選手のカードを、まあしっかりと今のね、カードの価値で落とし込んで、まあレギュラーからね、しっかり考えていこうというね、風なコンセプトでやっております。 ということで、本日5選手ね、評価していきながら、えー、解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ、早速なんですが、1人目の選手から見ていきましょう。では、こちらです。はい、ここは柏レイソルのジイゴ選手ね、見ていきましょう。まあ、今回ですね、グレード71で登場してますので、まあ、現在、チャレマ周回も可能なね、グレードですね。まあ、まだちょっとね、あの、出てないですけどね、エリアがね。はい。 ということで、まあ出たらね、ぜひ狙える選手でもあります。ということで、じゃあ見ていきましょう。さあ、ここまでのね、ジェイゴ選手の成績ですが、12試合11先発973分出場の0ゴール0アシストというね、成績になってます。 はい。ということで、まあね、ジエゴ選手。まあ、ここまでね、まあ、順調ですかね。これぐらいの出場機会が与えられれば、まあ、評価はね、おのずと上がっていくんじゃないかなと。やっぱ、レイソルといえばね、まあ、上3人プラスアルファで、まあ、ね、松本選手とか、最近、まあ、高峰選手とか、あそこら辺かな。豊島選手とかもね、評価がったりとかするんかな。まあ、結構、グレード高い選手がね、上多いので、なかなかレギュラーはね、まあ、なかなか伸びないですけど、限定とかだと去年のフォーカスとかね、まあ、いいカード出てたんで、今年もまあ、そういった路線で、 うん、期待しやすいんじゃないかなという感じですね。まあそう考えると、かえってレギュラーが71っていうのはね、まあむしろいいですよね。これやっぱ70付近というのが良くてですね、お気に入りクラブの70件とかやっぱから取りやすいからね、グレード近い方がね。まあ同じ70でも71と75とかだとだいぶ取得率変わると思うんで、まあそういった意味でもこの71グレードっていうのはめちゃくちゃあのいいですね。あの手に入りやすいんでね。 はい。ということで、まあね、あの、今後もね、期待できる選手だと思うし、まあディフェチがね、まあ高い選手でもありますので、まあ左サイドバックのね、ディフェチ高い選手としても、まあ使えるということで、まあ価値がね、高くなりやすい選手なんですけど、まあただですね、今シーズンとかもそうですけど、昨シーズンもサイドバックがもう主に出場機会がいてたので、もしかしたらディフェチとかがちょっと下がっちゃったりとか、まあする可能性はあるんですけど、まあただそれをね、考慮してでも、まあ残す価値は、 グレード71ではね、なかなかまあ、手に入らない、普通ね、手に入らない選手だと思うんで、まあ、残す価値は十分に高いかなというところで、ここはね、丸評価に、はい、しております。まあ、トップクラスまでの評価はさすがにちょっと出せないんですけど、まあ、十分ね、あのーまあのま実績以下のねまあ、グレードで手に入ると思っていいと思うんで、もともとはね、グレード85条とかね、そういったカードになってもおかしくない選手なんでね、まあ大体フォーカスとか、まあ、ガーディアンとか、うん。 まあもしかしたらサイド系の限定とか、まあそういったところに引っかかったら大体8十が超えてくるので、まあ戦力になり得る可能性は十分にあるんじゃないかなと思います。で、さっき言った通りね、マ、まあ、チャレンマ集会もできる選手なんで、そういったところもまあ検討してみてください。はい。じゃ続きまして、えー、2人目の選手見ていきましょう。ではこちらです。はい。ここも同じく柏レイソルのマテウス・サビオ選手のカードをじゃ見ていきましょう。 さあ、今回ね、グレード97で素晴らしいカードが出てまして、まあね、これね、カード自体もすごく強力なので、まあこのレギュラーカードをね、むしろ欲しいという人も結構いるんじゃないかなと思うんですけどね。まあサビオ選手の今シーズンのね、まあ成績見ながらちょっとね、振り返っていきたいと思うんですが、まあここまでの成績が12試合12先発の1060分出場で、3ゴール4アシストというね、成績になってます。はい、ということで、まあ今年もね、ここまで安定してますね。 まあ出場機会も正直十分なね、数値足りてますし、3ゴール4アシストという数値ね、これね、うん、もしかしたらね、チーム得点王とかも狙えるような数値に見えるので、まあトップスコアラーだったりとか、まあアシスト4アシストもね、リーグトップの数字なんでね、まあトップアシストまっしぐらというところで、まあシーズンオフの限定もね、今年もしっかりとまあ絡んでくれそうな勢いがね、あるということで、まあシーズンオフのね、限定もね、当然楽しみですね。はい。 ということで、まあ、これだけの成績見せられたら残さないわけがないということで、まあ、ポジション的になとね、気になってる人が結構いるんじゃないかなと思うんですよね、サビオ選手ね。まあ、このね、レギュラーカードから見てもわかる通り、まあ、ウィングもできるし、トップ下もできるし、まあ、なんなら今ね、CF やってんだよね。なので、まあ、これにプラス CF の適性が多分つくと思うんですけどね。で、それに伴ってシャドウがつくかどうかまではちょっとわからないんですけど、CF のみかもしれませんが、今後ね、もしかしたらね、得点、な、言ったらね、 まあ、マテウス選手みたいな感じかな。うん。ちょっと前の名古屋のね。あんな感じで、まあ CF のカードとかが、例えばライトニングエッジなどに出たりとか、まあそういう可能性とかも秘めてるので、今後ね、まあウィングとかトップ下だけじゃなくて CF というところ。 まあ、ここの、まあ、需要のあるカードという、まあ、シューターとして価値の高いカードが出やすい選手でもあるので、まあ、これもね、ちょっと面白いところかなと。今後、まあ、新たなサビオ選手がね、まあ、特に今シーズンは見れる可能性があるんじゃないか、このままいけばということでね、非常に楽しみな選手なので、ここは当然ね、まあ、残しておいてほしいというか、まあ、売る理由がないですけど、まあ、当然ここは20丸評価で、はい、つけておきたいと思います。 まあさっき言った通りね、まあ今シーズンのね、スコアラーとかアシストとか、まあ、もしくはもアオーズとかね、そういう表彰系の限定にもね、十分通用しそうな成績なんでね、まあ、このままいけばいけると思うんで、まあそういったところにもね、今シーズンも同様に、昨シーズン同様ね、注目していってください。まあこれは、えー、新たな可能性をね、まあ広げてくれるマテュ選手の活躍なんでね、マテューサービオ選手の活躍なので、まあ CF のカードとかにもね、ぜひ注目してください。だから結構スキル強化とか、シュートスキル強化とか持ってる人とかからすると、 新たな可能性開けると思うんでね。はい。ぜひ楽しみですね。はい。じゃあ続きまして、えー、3人目の評価していきましょう。ではこちらです。はい。ここは FC 東京のディエゴ・リベラ選手ですね。はい。今回95でね、レギュラーカード登場してます。昨シーズンね、まあ後半とかからね、特にまたグッと伸びてきましたからね。まあ、ディエゴ・リベラ選手ね。 去年ね、まあ、去年というか、一昨年かな、ちょっと調子崩しましたけどね、だいぶ戻してきて、なんとなく、まあ、またね、元の位置に戻ってくれたので安心感ありますけど。といはいえね、今シーズンはちょっとね、序盤苦しんでましたか、結構盛り返してますね。はい。ということで、まあ、ここまでの成績じゃあ見ていくんですが、えー、8試合6先発、564分の4ゴール0アシストというね、成績になってます。 まあこの成績だけパッて見ると、まあ先ほどのジェイゴ選手とかね、マテウサアビオ選手よりは、ちょっと劣ってるように見えるんだけど、ただね、ここ最近の4試合連続ゴールとかの勢いを見ると、まあ決してそんなことはないのかなと思います。まあただね、まあ FC 東京も今どうするんだろうね。まあ荒木選手とかが戻ってきて、まあちょっと荒木選手がね、あのー、 まあ、アンダーニュージュさん言ってたこともあるし、ちょっとノーシートの疑いとかでね、あの、ちょっと離脱する可能性もあるのかなうん。まあ今、離脱中なのかもしれんけどね、もしかしたらね。というところで、まあちょっと心配なので、その分、まあ出番が増えそうではあるんですけど、戻ってきた時にちょっとどうなるかがわかんないですけどね。はい。ということで、まあそのね、お前の席ねえからじゃないですけど、はい。もうあの、言ってる間にね、あんやあんやと活躍して、 はい。<laughs> まあ、支中に収めつつあるんですけどね。まあ、今後のチーム状況によってちょっとどうなるかわかりませんけど、まあ、ここまでは間違いなく、まあね、以前の輝きを取り戻す成績というところがね、 まあ見られてるんじゃないかなと思いますね。まあこうなると、まあストライカーとかね、フォーカス系とかで、特に黄色系がね、まあデーゴルベル選手結構強いイメージがあるんですけど、まあ去年だったらね、ストライカー91でしたけど、今年だったらまあストライカー選ばれるんだったら、もう金旗級なんならワンチャンセレクトまであるぐらいの感じの勢いでね、カード出ると思うんでね。まあそうなると去年よりもね、まあ上の方の楽しみというのは増えると思うんで、まあいいカードね、期待できると思いますので、ぜひね、まあここに期待しつつ、今後のカードね、まあ注目してみてください。 ということで、まあ、この活躍をもってすれば、ま、二重丸評価、はい、つけていいんじゃないかなと思います。まあ、今年はね、さらなる上のカードに、ま、もともとね、やっぱね、デーガ・オリベラ選手といえばね、グレード高い選手の筆頭だったんで、まあ、そこの地位を取り戻すべくカードをね、ぜひ期待したいなと思いますね。はい。ということで、まあ、特にストライカー付近は期待が高いんじゃないでしょうか。ということで、まあ、注目をぜひね、してみてください。はい。じゃ続きまして、えー、4人目の選手見ていきましょう。こちらです。 はい、ここは FC 東京のエンリケ・トレビザン選手ですね。はい。まあ、ここまでの成績なんですけど、10試合10先発、879分、0ゴール、0アシストというね、成績になってます。で、今現在出てるね、レギュラーカードがグレード73なので、ここもね、なんとチャレマ周回がまだできますよということでね。まあ、ありがたいですよね。はい。FC 東京もね、結構上の方の選手たちが、 まあ、詰まってるクラブでもあるんでね。まあ、伸びにくいクラブではあるんでしょうけど、にしてもまあ、73で取れるような選手じゃないかなっていう感じがしますが、果たしてということでね。はい。まあ、でもね、ここまでの成績見る,見るとね、まあ、安定した活躍見せてくれてるんじゃないかなと思います。で昨年よりもね、出場機会、まあ、増えるぐらいのスピードでいってるので、まあ、昨年もね、フォーカスで言うと92ぐらいのカードかな、が出てる選手なんでね、そういった意味では今シーズンもまあ、85以上、まあ、もしくは90以上とかのね、 まあ限定とかも、まあ全然期待できる選手じゃないかなと思います。まあ今シーズンもね、まあ期待できる数値残してくれてると思うし、まあこのままいけばね、まあ去年ぐらい、もしくは去年以上のカードというのも期待できると思いますので、まあぜひね、73というね、まあグレードだから残しやすいっていうのもあると思うんでね、しっかりとぜひね、残し目で考えてみてください。まあここは評価としては丸かなというところでね、まあこのまま離脱なくね、行ってくれることを祈りたいですね。 はい。ということで、まあ、今年もね、素晴らしい活躍を期待してます。ということで、ぜひね、狙ってみてください。まあ、あとはね、チャレマ解禁後にね、えー、チャレマ集会もできますので、まあ、ぜひね、他の選手とセットで、ぜひね、FC 東京回りながら、ヒラとか思ってない人は、ぜひね、気になる方は狙ってみてください。まあ、結構ね、感触いいと思うんでね、おすすめですね。はい。では、最後、5選手目見ていきましょう。では、こちらです。 はい。ここは東京ベルディのマテウス選手ですね。はい。見ていきましょう。さあ、ここまでの成績は13試合13先発で1170分出場ですね。ここフル出場になります。はい。ということで、まあ、ゴールキーパーとしてね、もう、ライバルはいないぐらいの感じですか。うん。もう、フル出場ね。去年の成績等を踏まえると、もうね、去年だけじゃないからね。もう、ここ数年、FC、あの、ごめんなさい。東京ベルディの、あの、守護神として、もう、君臨してますからね。はい。 ということで、まあ、安定感抜群でございますと。で、今シーズンね、グレードが94のレギュラーがすでに出てるということで、おそらくまあ、限定とかで触られると、まあ、95はいくんじゃないかなっていうね。うん。まあ、去年もね、一応シーズンフォーカスで結構いいカードがね、出てる選手なので、まあ、全くそういった経験がないわけじゃないんですけど、まあ、さらに上ですよね。うん。 として言えばやっぱりセレクトスキル持ちの選手がいるんですから、限定の出方によってはセレクトスキル持ちのカードとしてね、扱われることもあるんじゃないかなというところで、トリプルスキルの、まあ今で言ったらね、フォーカスドプレイヤーア谷選手とかが出てますけど、まあああいう枠とかでね、もし出てきたら破格のカードの可能性ありますんでね、ゴールキーパーはやっぱり、まあ当たり率が高いっていうかね、そもそもああいう枠になってあんまり外れの選手ってあんまりいないと思うんですよ,よ。よっぽど嫌がらせ受けなければね、シュートセーバーがないとかね。 まあそんなのはないと思うんでね。はい。まあもしくはもうセービング2種の時代とかにも入っていきそうな気がするんでね。あの、シュートセーバー、ダイナミックセーバー持ちとかね。まあそういったののね、第一人者とかになってくれれば、またね、そういった意味で価値が上がったりもする可能性もあるし、まあそれを言うとゴールキーパー全体に夢がある話なんですけど、まあこのね、さえー、マテル選手もね、まあそういった対象になりかねないんでね。はい。ここはぜひね、注目してほしい選手かなと思うし、まあ残す価値は十分に高いと見ると、まあ文句なし二マ丸ですね。はい。 まあこれまでのシーズン同様ね安定してるんで、まあ、やっと最近ね評価上がってきましたけど、もともともうちょっと早くね、なんかピックアップされてもおかしくないと思ったんですけど、伸びてこなかったんでね、なかなかそういった時期もあっての今のね、グレードなので、まあよりね、安定感増していいカードもね、出やすいんじゃないかなと考えると、はい、楽しみですね。ぜひ楽しみに今後のカードを待ってください。 ということで、まあ、レギュラーがね、だいぶ、まあ、ゴールキーパーでいうとなかなかちょっと使いにくいカード多いですけど、もしかしたらシーズン後半のレギュラーとかになったら、もうちょっと当たり枠増えてね、まあ、レギュラーから当たりとかの可能性もあるんでね、まあ、広い意味でそういった感じでなると、まあ、受けが広くなっていくんでね、まあ、すごくいいことだと思うんで、まあ、そういった意味でもね、今シーズン、まあ、後半レギュラーとかもそうですし、まあ、去年みたいにシーズンフォーカスでね、いいカード出る可能性もあるので、そういったところにも含めて、まあ、シーズンね、ワンシーズン通して、期待できる選手だと思いますので、ぜひね、チェックしておいてください。 はい。ということで、えー、今回ですね、パート2ということで、えー、外国籍のレギュラー評価は以上となります。まあやっぱりね、感触いい選手多いですね。まあたまたまかもしれないけどね。まあ全員が全員ね、満足する活躍を残してるわけじゃないと思うんですけど、まあ少なくともレギュラーが出てる選手はね、やっぱり評価が高くなりやすいというか安定してる選手が多いなという印象がありますね。はい。 でこのあとまた、ね、いろんなクラブ、まあ東京ベルディの途中からとかにもなる可能性もありますし、ベルディになかったらその続きからとかになっていくと思うんですけど、まだまだね、まあやっぱり活躍している外国籍の選手とかいたりとか、もともとグレード高い選手がね、果たして今シーズンもしっかり活躍しているのかどうかというところとかのね、こういった動画を通してぜひ、ね、学んでいただけたらなと思いますので、まあ、今後ともね、ぜひよろしくお願いします。ということで、じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ババイバイ。